あ、質問考えてる途中だったから入れれてない。あ、本当に。でもさ、多分質問、そっか。でも一回出て、もしかしたらあの、みんなに質問のやつを Q&A でやったら、僕はだいたいこうコメントを書いて、画像付きでコメント書いてこう返事をしてるのがほとんどだったので、今日は in orange hair. Thank you so much. I'm favorite color. ダウタンで、ヤッホー、こんばんは。ダウくんかっこいいから本当にリーブで浮気しようかなだって。嬉しい。なんかそういう気持ちでも嬉しいよ。ありがとう。オレンジ色衝撃だった。だよね。なんかみんなよく言ってる最近。でもなんかもうさ、耳かけてる範囲が違うとかかな。こんな感じでメガネとかなんかあるとね、また雰囲気違うし。そうなんです。韓国のやつですごいめっちゃ可愛いんだ。これ見てほしい、ほらめっちゃ長くて、でこれを結んだりとか、まあ、いろんなやり方で。まあ、ただ普通に肩結びするだけとか、いろいろできます。で、この上のこれはまた別のものなんで、これは本当はシャツと一緒にくっついてて、これも韓国のやつですね。新宿のリリーベ行けます。あ、お待ちしてます。ありがとうございます。送ってきたよって、ありがとうございます。いや、今日さらにかっこいい。イエーイ。
ありがとうね。広島来てくれてありがとう。質問どこでやるの？インスタ、今インスタライブやっちゃってるからできないのかな？どうなんだろう。目が止まんなくて、もうやばくて、ずっと言ってたの、マネージャーさんにも。なんか今日マジでさ、くしゃみ止まんないんだけど、花粉症なのかなみたいな。そう、やばいんだよね。挨拶忘れちゃった僕のパパがね、ペルーの人だから。そう、あ、ナオさん、ありがとう、来てくれて。サダオさんの配信見ると元気出るだって、イエーイ嬉しい。そう、僕はみんなに元気を与えるんです。オレンジブリッジしましたか？したいけど宿も スッギーさんですかね。 SUGGI って書いてかな、スッギー。多分すぐ調べたらすぐ出てくると思います。カバーしてる方で、そうそうそう、この方は本当韓国だけじゃなくて、
とうございます。いや本当に JG さんはもうず大好きな、もうずっと言っちゃったんですけど、今ずっと大好きな、これからもあのちょっとね兵隊で韓国に多分戻られるから、今年名古屋さん知ってますよ。好きな韓国アイドルは何ですか？なんかいろんなジャンル聞いてて、なんかめちゃくちゃかっこいいのから可愛いのとかもめっちゃ聞いてるから、なんかこれがめっちゃ好きっていうのはもちろんあるんですけど、もう本当に全体を通して好きです。もちろん日本も J-POP も好きだし、ハッピーバースデー。今何歳？僕今23歳です。 23。 はい、今日バタシンさん機嫌がめっちゃいい感じがします。その看板があるのに全然アボカド料理がなかったらそれは詐欺です。今日めっちゃマイクのトラブルの時大変でしたねって、可愛かったです。いやマジ可愛い。
桜のさあのドリンク飲んだんですよ。で色がこういう感じの色でパステルてか綺麗な薄いカラーで、なんかめちゃくちゃそれ見てたらやっぱなおさらピンクにしたくなってきちゃった。僕飛び箱してました。まさか飛び箱でね10何段ね19段だったっけかな飛べたから、びっくりだよ自分でも。そうそう、私のママも今日誕生日だよんだって。おおめでとうございます。リリその前にライブの間に食べたそのご飯が中途半端な時間食べちゃって、しかも結構食べちゃったから全然お腹空かなくて、だから僕は行かなかったです。そう、
こう試しにこうフィッティングって言ってこう着せるんですよメンバーに。でいろいろ着てもらって合わせたりとかしてて、僕が着てたのは実は最初にあの着る予定だったのがリクの、はい、今着てるジャケットが、黒のジャケットがあるんですけど、そのジャケット実は本当は僕だったんですよ。そう、僕が自分であこれ着ようって思って選衣装は中の T シャツとあと羽織ってるものとかは衣装買ってて、でもあとは自分が着こなしっていうか着崩していろいろやってます。ドイツファン、あお、マイガード、ドイツにまでいるのファンの方が、嬉しい。アミーゴー、イエーイ。春最近着せ、18日とかまでやってたかな。だから長かったね、あっという間。友達が志村禎雄さんハマってくれたよ、だって。やったー、今度よかったらライブ一緒に来てね。メガネかけるとハリーとローンを合わせたみたいになる。あー、髪色、だって肩を下ろしてさ、普通だったらあれ絶対踊れないと思うんですよ。あのだって邪魔だしって思っちゃうんだけど、僕は全然やろうと思ってプイって外しちゃいました。原因がそう、まあ風邪ひかなければいいやって感じ。 JK って話を言ってくれた、あ、覚えてるよ、もちろん。
次オレンジジュース、ん、ちょっと待って、これとこれ組み合わせたら、まあ、この間着てみたけど、まあ、実際こうやって違う組み合わせにしたら可愛いかなとか、着回ししたら可愛いかなみたいな感じで選んでます。これじゃあこれのコメントをしていきましょう。押していく上で波長って大事だ。僕のことを見てくれた時に、あ、この人素敵だなって思ってもらいたいから、だからいろいろ喋る、こういう経験をしてきましたとかで、なんか初めてなんだけど、だけど別に初めてだからなんか会いに行きづらいとか、まあ、多分本当に僕のことは考えなくていいと思います。そういうことはもう本当気軽に会いに行こうみたいな。
かって多分本当にどこまで美容師に対してのこうなんていうのか知識が絶対ないと思うし、なんか大体さ親ってさ反対するじゃん最初から、なんか絶対に反対すると思う。だって僕も反対されたし、そんなママでさえも反対してきたぐらいだから。でもそのママを今一番のファンに してるのも結果自分がやりたいことをやってちゃんと証明できてると思ってるから、だからその努力というか親も心配だと思う。だって自分がお腹痛めて育ててる子供が例えばなんか失敗したりとか、もちろん失敗って大事だと思うんだけど、経験としてなんか違う方向に進んじゃったらどうしようとか、多分お母さんなりにすごく悩むことももちろんあると思うんですよ。だからそのなんかもちろん親だけが悪いっていうわけじゃないから、そこはお母さんのが存在感がすごいなって思ってて、なんかどこにいてもユータが見つけるっていうか、なんかユータっていう存在が本当に大事っていうか、自分の存在を また誘います、待っててね。じゃあ次の質問に答えていきます。はい、なんだっけ、なんて言ったっけ、あ、スチーマー絶対やるのと、あとなんだろう、ナイトルーティーンだよね。あ、これにおいのを振りかける、これファンの方からいただいたんですけど、ワイン系の匂いがしててすごいいい匂いなんですよ。で、これを絶対に寝る前は振りと、じゃあ次のどんどん質問に参りたいです、参りたいです。じゃあこちらの質問、ザ・セムのコンシーラーがずっと気になってるんですが、感想とか気にならないです。
大きく育てていきたいっていうのと、だからなんだろうな、キスハグが日本で、まあ、知ってもらえるグループになったら、全世界にこう世界でワールドツアーとか、もっともっと日本だけじゃなく、思ってるので、だからいつも僕はスタッフさんに感謝の気持ちをちゃんと伝えるようにしてるっていうかしてて、だからそこで だから音楽番組をやりたいです、てか出てみたいのもありますけど、もちろんけど作りたいです、はい叶えていきましょう。
これでもいつもワンワンってやってるけど人間なんだよ人間なんです。だけどその人間だからこそできることがあるし、人間だから感じることがあるし、だって絶対亀歩、こう例えがちょっとおかしいんですけど、だからね、なんだろうね、一番って決められないんだよね。僕全部、僕はひっくるめてこのお仕事で これどこまで言っていいんだろうな、って感じじゃあこう、じゃあ僕がファンだとして、ファンの子だったとして、これさ、この話ちょっとしていいですか？お化け見たことあるって、これ怖い話になっちゃうかな。僕さ、マジで最近やばいんですよ、怪奇現象が多くて。今日も起きを見たことあります。というかタクシーが横を通り通ぎった、なんていうの、通り過ぎた時に、みんな怖がっちゃダメだよ、逆に強気でいた方がいいよ。そうなんかタクシーで見ちゃったんだよね、こう空車のタクシーが2台通り過ぎたと思ったら、一番後ろの2台目
ポーンってしたことがありません。たまに間違えてこうピッて認証しちゃった時とかあるんですけど、でも基本マジで返さないし、あのもちろん見てはいるよ、そのインスタ仕事がちょっと決まりそうな、まだあれわかんないんですけど、そのマネージャーさんから連絡が来て、髪色はそのままで行くみたいな。何ですか、このいろんなことを経験して今があって、もうメンバーは話して得意、いや、あの得意って言ったら得意ではないんですけど、でもそこまで滑舌が悪くなくもないから大丈夫。だってさ、言ったら時なんてゆうたもかずまもいたからね、実はその場所には。だから不思議なんだよ、こうやって今一緒に活動できてるの。うん、そうそうそう、なんかね、風邪ひいて
ちゃん、かわいいミニドラ。え、なんか猫飼いたくなってきちゃった。てかもうずっと思ってるんだけど。全身青塗ってリリーレクス、アバターだよ。アバターになっちゃうから。ありがとう。またよかったらコメントだったりとかいつもしてくれると嬉しいな。なんかみんなと常にこうみんながいてくれるって思うと頑張れます、これからも。夜、ショールーム個人配信しますので明日も楽しみに配信待っててください。じゃあまたね、おやすみ。